で、寛大さを重んじると、プライジングジェネロジティ、他の面でも子供のようかもしれませんが、はい、おそらくアーティザンが一生懸命になるのは与えることから得る楽しみですと。彼らは本当にそれが楽しいって感じることを決して失いたくありません。偶発的な寛大さが伴う楽しさ、ただ楽しいから与えること、 SP にとって義務からの寄付は全く楽しくないが、衝動的な寄付は非常に満足感がありますと。例えばアーティザンの男性は全てのタイプの中で最も花やキャンディーなど彼らのガールフレンドや配偶者に送る可能性が高く、アーティザンの女性は単に楽しむために配偶者や子供、親のためにパーティーを開く可能性が最も高く、これが彼らのために行われた時に同じように喜びますと。もちろん他のタイプ、特にガーディアンは贈り物を喜びますが、アーティザンが経験する喜びの程度や頻度は同じではありません。ガーディアンのエルフの精神であるサンタクロースは価値ある人だけに贈り物をするとされていますが、アーティザンの精神的なガイドであるディオニソスは全てのものに対して豊かさを提供することを喜んでおり、そのものがそれに値するものであるかどうかは関係ありませんと。こういうとこもかっこいいですよね。わかんないですけど、そんな感じでしたっけ。与える、あ、寛大、はい、あ、寛大さはありそうですね。寛大さはあるかなと思います。怒らないです、そんなに怒らないです、はい、まあ、誰かの失敗とか怒らないですよ、はい、はい、僕はケチですよ。主戦度ですよ、はい、はい、確かに怒らないですね、はい、この衝動的な寛大さは時折高額になることがあると。エルビス・プレスリーの気まぐれに関する話ではこの一例が見られます。プレスリーは彼の特注のキャデラックの車のディーラーの近くに止めており、戻ると完全に見知らぬ女性が車の中に頭を突っ込んで興味津々に見ていました。プレスリーはその女性に車が気に入ったか尋ね、そして言いました。これは私の車だけど君の分も買ってやるよ。かっこいい。彼はその見知らぬ女性の腕をつかみ近くのディーラーに連れて行き、好きな車を選ぶように言いました。彼女がゴールドとホワイトのモデルを選んだ後、プレスリーはその女性が誕生日であることを知り、車のキーを手渡し、彼女に幸せな誕生日を願い、女性がその車に合わせて服を買うために彼の助手に小切手を書くように指示しましたと。またジョン・ラーのニューヨーカーっていう本なのかなプロファイルによれば、フランク・シナトラは常に友人たちの 間でラ・ペラ・フィギューラと呼ばれるシチリアの美しい仕草とも言うべき衝動的で素晴らしい寛大な行為で知られています。例えば俳優のジョージ・ラフトが IRS によって起訴されている時、シナトラは彼に必要なら使いなさいというメモと一緒に空白の小切手を送りました。なるほど。はい、では最後ですかね。アスピリング、志望っていうのは志す望むですね、はい、はビルツオーゾだと、はい、多分これもイタリア語かな、ラテン語かですかね、はい、名手っていう意味らしいです、はい、楽器が上手い人とかを目指すと。志望とはむしろ野心より夢であり、もしできるならなりたい何かであり、ほぼ手の届かないものとみなされるもので、そのような技術のレベルに到達した人々は自分たちがそこにどうやってたどり着いたのか不思議に思うことがあります。アーティザンの場合、彼らは技術のスキルを非常に羨ましく思っているため、何らかの演技のビルトゥオーゾに密かになりたがる傾向があり、技術の習熟度が高まるにつれてその志望は少しずつ秘密ではなくなります。 SP を探ればビルトゥオーゾ志望者が見つかり、
ビルツォーゾには及ばないものの、ある技術形式で驚くほど熟練度を獲得できることがあります。ビルツォーゾ、名手であることを夢見ることは一つであり、実際にそれになることは全く別のことです。結局のところ、名手ビルツォーゾは究極のテクニシャンであり、時折完璧な芸術的な実行が可能で、想像を絶するほどのスキルを示します。フィギュアスケートを例にとれば、オリンピックのスケーターがその信じられないほどの回転や跳躍をいかにして完璧に行うのかは想像を絶することであり、それには何年も毎日の練習が必要とされます。たとえそれだけの練習を何とかこなしたとしても、ほとんどの人はそのような極端な技量を発展させることはできないでしょう。いいえ、アーティザンの気質にはビルツォーゾにほんのわずか手が届くが、他の人には届かないという要素があります。他のタイプの人々は別のものを志望している、魔法とか知恵とかエグゼクティブの地位、そして同時にビルツォーゾを志望することはできませんと、まあ、他の人は違うところを夢見ているので、うんうん、こっちの名手っていうのは手に入れられないということですね、うんうん、美術や舞台、スクリーンなどでのビルツォーゾのパフォーマーはアーティザンであることが多いですが、ビルツォーゾなパフォーマンスは少なくとも追求される可能性があるのは、 SP の中のどれでもいいことを忘れてはいけません。フィギュアスケーターだけでなく、サーファー、シェフ、彫刻家、外科医、レーサー、登山家、ギャンブラー、政治家、戦闘機のパイロット、さらには旧西部の詐欺師やガンマンでもパフォーマンスのビルツォーゾを達成したり、少なくとも追求したりできます。そういう技術的なことをギュって SP の人はできるよっていうことを言ってるんですね、うん、名手になれなかったとしても、うん、それに近いことには、まあ、そっちの方向に向かっていくよって話じゃないですか。他の人たちはそこまで向かっていかないみたいな。なるほど、はい、じゃあ今僕の訳し方が違いましたね。向かっていけるよっていうことじゃ、もう勝手に向かっとるわって話ですね。勝手に向かっていくって話じゃないですか。名古屋弁ですいません、はい、実際ガンマンは超重心っていうのは長い重心、はい、ダーティーハリーが持ってるような、はい、長いやつですね、のリボルバーを引き出し起こし、それを狙い撃つことができ、信じられないほど小さな動く標的に当てることができましたが、その際重心を覗き込むことなく行われました。彼らはこれを 0.2 秒未満で行うことができました。その速さでは手の動きすら見えませんでした。ガンマンの早打ちはバイオリニストの指使いや弓使い、アイススケーターの回転、ハイボードドライバーのトリプルサマーソルトなどと同じ性格タイプの驚異的な技術ですと。のび太くんは SP タイプですね。うまいから射撃が、射撃、はい、早打ちが、早打ちが、はい、で食べるのが好きで、はい、すぐ寝るでしょ、はい、衝動的で、衝動的で、はい、のび太は SP ですね、はい、はい、ってことは F ですね。彼は FSP が決定しましたね、はい、でも SP タイプは隊長さんの話だと勝ち取りに行く感じですね。はい、まあ、勝ち取りに行くっていうか、勝ちとか関係ない、はい、欲しいっていう衝動があって、はい、それを達成するためにはどうするかみたいなところなので、10万だったら10万をどう手にするかですよね、はい、どっかから持ってくるとか、何か売れば手に入るとかっていうのをバーっといろいろ考えてお金を作るんですよ。 あって買える分から買えるから10万は諦めようっていう思考にはならないって話ですよね、はいはい、あれが欲しいじゃないですか。でそのためには何かを我慢するっていうのは全然できるんですよ。ああ、はいはいはい、で もうこれが欲しいが決まってるんですね。これが欲しいっていう衝動は絶対欲しいので、はいはい、そのために何かを我慢するみたいなのは全然できるので、